イタリアがスポンサーしていたポルシェ 962C ガレージイタリアは東京都にて営業している自動車ディーラー。ゴジなどのブランドで知られる婦人服メーカーイタリア系列の自動車輸入販売会社であったが、現在はイタリア系列ではない。創業は1976年11月25日で、当初はバンデンプラプリンセス1500やイノチェンティミニで、 トマソなどの並行輸入から出発したが、1982年にはランチやマセラティの輸入販売権を取得、同年8月に日本自動車輸入組合に加入、正規ディーラーの仲間入りをした。また、1991年から1997年まではランボルギーニの日本総代理店でもあった。以来、ビトゥルボ系を中心としたマセラティ各社、 デルタ・インテグラーレなどのランチア各社の販売で知られたが、マセラティの輸入権は1997年にコーンズ・カンパニー・リミテッドに移行、ランチアの正規輸入も1998年に途絶した。その後は、フィアット・アバルト・アルファ・ロメオの正規ディーラーの東京地区、正規ディーラー業が中心となり、江東区有明と港区麻布十番で2店舗を構えていた。 有明店は2006年に閉店したが、2014年、お台場にて、現在の新店舗をオープンさせた。また、独自の並行輸入で、ランチアの販売を全国体制で継続し、コーンズの販売協力店としてマステラティ、フェラーリを扱っていた。しかし2017年2月で、アザブ10番店を閉店し、アルファロメオの取扱いを、同年12月末にて終了した。 その後も、フィアット、アバルト、お台場として営業していたが、2020年2月29日をもって、フカジャパンとのフィアット・アバルト正規ディーラー事業に関する、新車販売契約を解消した。アフターサービス業務については変わらず、フィアット・アバルト、アルファロメオ正規指定サービス工場として継続する。現在は、イタリア車を中心とした中古車、ヴィンテージカーの販売、メンテナンスレストアを、 主な営業としている。1970年代から1980年代にかけては親会社のイタリアとともにルマン24時間レースなどの国内外のレースに参戦するレーシングチームに対するスポンサー活動を積極的に行っていた。ありがとうございます。